2センターから4コーナーに帰ってまいりました。前は6番の大関、1番の藤田、そして短期の2人がいて、後方から7番車の上原が動いてまいりました。残りは2周回、上原の上昇前で6番車の大関が待ったをかけて、6番車の大関はまずは一度突っ張りました。7番上原、現在5番手、5番の板橋に切り替えはありません。さあジャン前、もう一度7番車の上原が仕掛けてまいりました。金で仕掛けてかましていったのが7番車の上原です。3番手、5番の板橋、そしてここで短期生2番の辰巳に4番の山田が切り替えてまいりまして、6番車の大関が6番手まで車を下げさせられました。さあ残りは1周回です。かましていって7番車の上原です。そして番手絶好が3番の川口、3番手には5番の板橋。さあここで2番車の辰巳が自らまくってまいりました。7番の上原を捕まえていって2番車の辰巳隆が先頭に変わる。あとは4番車の山田明さん、そして3番手外には6番車の大関、そして3番の川口もコースを見つけるか。4コーナーを回ってくる先頭2番の辰巳、番手から4番の山田が最後は突っ込んだか。